はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英熟語第4弾をお送りします。で、この5つやりますので、まあ、この状態でまずテストしたい方はぜひね、動画を止めてやってみてください。よし、じゃあ1番から意味やっていきましょう。で、まず最初が3 hours ago です。で、ここはですね、ago。まあ、これの使い方をね、マスターしてほしいっていうのが一番の狙いなんですけど、まず3、3です。これ hours、これ s 取って、もともと hour っていう、時間ってやつに複数形の s がくっついてます。だから3 hours、3時間だね。3、時間。で、ago がくっつくと、前だね。まあ、前ににしときましょう。3時間前にっていう。すごいよく出てくる使い方。で、もし、例えばこれが years、まあ、3 years ago とかなれば、3年前にみたいな言い方もできるといった感じです。で、次は in the past ですね。in the past。で、これは、過去に、まあ、過去にはこういうことがありましたよとかっていう時に使います。in the past。で、これまあ反対というかセットでちょっと覚えてほしいものがあって、ちょっとこれはね、意味変えとこうか。過去の反対、まあ将来未来の方だね。まあ、将来にっていう意味が一番有名ですけど、これもぜひセットで、というか、こっちの方が本当はよく出てくるんですけど、でも in the past も覚えてほしいんでね、今回こっちを主役にしました。で、将来には、in the future ですね。in the future。これが将来にとか未来にっていう意味になります。で、次が both A and B です。both A and B。で、both、これ単語の方でもやりましたけど、キーワード両方です。意味は両方。で、and を一緒に使うことによって、ここに来る単語ね。A も、で、こっちに何か来る単語。B も、まあ、両方ともという意味になります。まあ、例えばだから、both、どうしようかな、サッカー and basketball みたいな。サッカーもバスケットボールも両方ともみたいな。そういう感じで使ってください。で、今回一番喋るの4番ですね。これが一番喋ることになるんですけど、まず読み方。これもともとハブなんですけど、to とくっつくことによって、これハフになります。have to です。have to。で、意味が、ちょっと左に寄せるよ。ほにゃらら、しなければならない。勉強しなければならない。みたいなね。そう。言われたくないね、それはね。そう。っていう使い方をします。have to。ここは動詞の原型来るから。have to、動詞の原型。だから、have to study が来ると、勉強しなければならない。みたいな感じですね。で、なんでいっぱい喋るかっていうと、ちょっとこれはね、おっきめにいきますよ。下はね、ないんでいきます。まず、同じやつ1個目です。これね、2個書きます。で、これはもう教科書とかに必ず載ってるやつです。have to と言ったら must です、もう。同じです。で、must も後ろに動詞の原型が来て、must study って言えば勉強しなければならないという風になります。これは必ず覚える。have to と must にか、ごめんね。have to と must に関しては。で、もう一個なんですけど、個人的には教科書にはあまり載ってるイメージはありません、これは。ただ、参考書とか、まあ、もしかしたらね、教科書によっては載ってるかもしれないんですけど、have to。参考書はね、結構書店とかで見ると載ってるね、これは。need to です。これが同じです、使い方が。need to。しなければならない。という感じ。はい、色を間違えましたね。もうちょっとほら、あと消すの分かるように自分で青塗っていいですか？ごめん、あまり気にしなくていいよ。消さなきゃいけない。で、次なんですけど、これ、have to の否定形があります。否定形。で、それちょっと書いておこうか。まあね、この have to と must に関してはもう必ずと言っていいほどね、聞かれるやつなんですけど、have to の否定形っていうのは、don't have to と言います。もちろん主語だったら doesn't になったりすることもあるけど、don't have to って使う。で、意味が、ほにゃららしなくても良いです。しなくても良い。いいかな。
で、もちろん need だったら don't need to もいけるし、あとはね、need だけだと need not も同じように使うことができます。don't have to しなければ、しなくて良いです。しなくて良い。で、なんでこれをね、口うるさく言うかっていうと、ここ行きます。これちょっとね、一回動画見た方じゃないとね、よくつながりわかんなくなっちゃいますけど、must の否定形。今、この don't have to とか don't need to っていうのは、have to とか need to のね、否定形になりますけど、must の否定形っていうのは、must not になります。入ってるかな？あ、全然入れてない。ごめん。must not になると。で、must not 意味が違うんです。これちょっと書いとこうか。こっちしなくてもいいよって、don't have to はね。でも、must not は、してはいけない。するなっていう。出しちゃダメだよって言うから禁止です。must not。だから、もともと have to と must は意味が同じなのに、否定になると意味が変わるのね。must not と don't have to によって。そう。で、ここをぜひ覚えてください。ちょっとごちゃごちゃして申し訳ないんですけど、ぜひ。で、ラストね、ヒストリーいる、サムデイですね、サムデイ。で、サムデイは意味が、いつかです。いつか。という意味になりますので、これもね、ぜひ覚えておいてください。さて、今回ちょっと消すとこあれですね、どうしようかな。まずちょっとこっちは消そうか。have to の部分は、まあ、must と、need to か。そこはちょっと覚えてほしいんですけど、否定の方はどうしようかな。まあ一応説明を聞いて、これまた将来残しておきますね。聞いていただいたっていうことを前提し、一応残させてください。テストするにあたってはちょっとね、どっちの否定だよみたいな感じになっちゃうんで、ごちゃごちゃしちゃうかもしれないですけど、まあこれをね、うまく使える方もいると思うので、今回じゃあこの残し方で、よいしょ。行かせて、よいしょ。これね、いただきます。よいしょ。これ大丈夫かな？はい。ということで、今回もね、ご視聴いただきありがとうございました。で、また次回、熟語になるかな？まあ、もしかしたら単語になるかもしれないんですけど、また撮っていきますので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。